角田孝一2月5日から2014年1月14日は日本のアニメーター。教授や講師として世界各国で後進の育成に励んだ。1939年2月5日、北海道串路市に生まれる。1963年、武蔵野美術大学油絵科を卒業した後、同年に東映動画へ入社した。同社ではデビルマン。 マジンガー・ Z、銀河鉄道39、サイボーグ零零九超銀河伝説、宇宙戦艦ヤマト完結編、オーディーン講師反戦スターライト、トランスフォーマー・ザ・ムービーなどの原画、作画監督、キャラクターデザインを手掛けるなど数多くのアニメーション制作に携わった。また、ノースカロライナ・アミューズメント名誉会員を呼び、講師として、アメリカ、フィリピン、インドネシア、ドミニカ共和国、 ジャマイカ、ベネズエラ、フランス、インド、韓国などをめぐり、各国の大学やテレビ局において、講演や実技指導を行った。国内の更新の育成にも取り組み、東映アニメーション研究所主任講師、聖夜須造系大学教授、創造学園大学講師を歴任し、更新のアニメクリエイターの育成に尽力した。細田守や山下孔明は、 彼の教えを受けている。2014年1月14日、ガンにより埼玉県において死去した。74歳没。優しい人物画の描き方、ステップ1顔ステップ2バスとステップ3全身へと描き進めるステップ式ムービーウォーカー、角川コーポレーション。ありがとうございます。